どうも、あたるちゃんです。いや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 いね、やっと終わったぜ。やっと終わった、見て、ドーン、やっと終わったね。苗から作ってね、2月中ぐらいから苗作ってね、で育てて、まあ定植したよね、やっとね。 ね、まあ嫁ちゃんとね、おっときちゃんが向こうでね、雑草取りとね、いろいろやってますけど、おとき苗取んないように気をつけてね。雑草と苗間違いに、まねっこしてて取っちゃうね。気をつけてね。さあね、今年はね、畑広げたね。インフレなんで、インフレ、そして物価高騰、それからね、円安ということで、何やっても高いから、もうね、もう畑を広げて生産力高めるしかない。種以外、種とかね、なんだろう、一番最初の、一番原資となるもの以外は消費税かかりませんから。水もね、お風呂の排水使ってますんでね、出汁たっぷり。さあ、そういうわけで、何を植えたか見ていこうかな。うわー、トウモロコシ、ホワイトコーン。ね、いつもカラスにやられる。今日カラス来てるかな。配線間近の、よいしょ、たるーという、1両、誰も乗ってない。誰も乗ってない。配線です。さあ、こんな感じ。こんな感じを、もう育ちはいいね。育ちはいい。で、今回ね、防鳥ネットでかいの買ったからね、これね、2棟いけるね。2棟いける、2棟。ぐらいのね、でかいの買いましたんで、もう、カラスにね、食い破られることはないね。いつもやられてんだな。俺の大好きなカラスちゃんに。ね、来た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 。あいつあいつあいつ。あいつあいつ。でねー。ヤッホー。ね。ずっといるあいつな。ね。で、これね、見て。何本植えたかな？ 40 本ぐらい。に、し、ろ、やと、に、しろ、やと、25本、50本、100本ぐらい植えたね、今年は。いや、あのね、今年苗作りうまくいきましてね。しかもね、ロスが少ない。で、発芽率90%ぐらいいったんじゃないかな、これ。育ちもいいね。育ちもいい。荒れ地なんだけど、下にね、直に、このね、この根っこのところに、あれよ、牛皮を、スコップ、シャベル、手持ちシャベル2杯分入れて、なおかつ上には、発酵総合肥料をですね、まあ、こう、埋め込むと。あとは水と雨が降ればいい。で、こちらね、トマト。ね、トマトも発芽率良かったね。まだ植え切れないよ。まだね、15本ぐらいまだね、苗が余って、どうしようかなと思ってて。でね、今回の苗はですね、固定種を買わないで、ランダムね。これね、ここミニトマトで、こっちが普通の、ホーム桃太郎ってやつ、でかい大玉なんだけど、これ大玉うまくいくかな。で、こっちがね、ランダムに、何？ランダムにこのミニトマト。赤とか黄色とか黒とかっていうね、そういうのを混ぜてもらった。ほとんどがね、混ぜたと言いつつも、なんか普通のトマトばっかりになりそうな気がする。高いトマトのね、種は入れてくんねえと思うから、おそらく赤と黄色がメインだと。ただ稀に何かラッキーなものがあればいいなっていうね。そういったランダム。なんかわかんない。品種わかんない。ね、品種わかんない。色でいこう。これはね、ホーム桃太郎って大玉ね。そしてね、こう、ティームーで買ったこれね。これ。これ知ってる？これ。トマトとかナスに全部使えると思うんだけど、これね、すげえ。こう、いつもね、紐で結んでたんだけど、これね。これね。これね。これ、ティームーでね、これなんぼだ？ 100 個ぐらい入って、350円ぐらいだったかな。100個ぐらい入ってたかな。これね、ここあるでしょ、これ。パチンってやるとこうなんの。いつも紐で結んでて、めちゃくちゃ時間かかったんだけど、めっちゃ時間短縮になった、これ。しかもね、成長すると一回外してまた上にやればね、変な紐だらけで結ばなくてもいいっていう。すごい、これワンタッチしかもね。
パチンとほら、これでね、あれできるのよ。支柱にね、ワンタッチできる。で、これ伸びてくるでしょ。また今度上の方にしてパチンってやればいい。しかも引っかかりもいいしね、下にずれない。いいよこれ。ティムやるよ。意外とね、素晴らしいね。ここダーッと。ね。こっちが大玉、こっちがミニトマト。バーッと。ミニトマトもね、発芽率 90% ぐらい。いや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 、生える生える。今年うまくいったな。なんだろう。それでもう置ききれねえから通路にもね、こうやるっていうね。これもミニトマト。この L 字型ね。この L 字型トマト。ミニトマトね。うん、でね、もう子供たちはね、野菜食わないからね、豆。エンドウ豆。お、大パック買ってやったらね、これも発芽率強くて、3棟。ね。ほら。これね、あれでしょ。まあ、大豆なんだけど、あれ、エンドウ豆。塩茹でしてね、食べるやつ。緑のうちに取りましょうってやつ。ぷくっとしたらと、茹でましょう。枯れそうですね。これ。わぁ。ババいっぱいできたね。発芽率強かった。うわぁ、一苦労だって植えんの、ほんと。でね、こっちはね、マルチだって。マルチで、うるせえな、カラス。ね。これ、マルチ全部貼るとね、ちょっとマルチ足りなかったんでね、こう、比較対象として、露地、マルチなしと、マルチあり、どっちがね、取れるかっていうのを実験したいと思うよ。うん、ね。うわ、すごい。やっぱね、枯れるね、これ。なんかね、やっぱりマルチ張った方がね、強い。今、現段階でも。これ、ね、なんかね、枯れ、ほら、こういう風になっちゃうのね。なんか。うん。こっちはない。ロスがね、1本ぐらいで済んだんだよね。こっちはロスがね、結構出る。3本、4本出ましたね。うん。ほんでね、こっちは、はい、これもね、パプリカ。カラーパプリカ。ね、パプリカ。誰も食べない、ね、うん、うちの子供食べないだ、これ一棟ね、に何本だ、にしろやと、にしろ17本ね。ほんでこれがね、チンゲン菜、これチンゲン菜。こっちがね、こっちはね、万元菜。あ、万元菜じゃない。こっちは、あれ。なんだっけ。春菊。ね。春菊の万元菜。こっちね。これちょっと多いからね、ちょっと間引いていかなきゃいけないね。うん。で、ここがね、カラフル人参っていうね、カラフル系のやつやったけど、どれがどれだかわからないでしょ。うん。人参の苗ね、おそらくね、これだと思うんだよね。この、パヤパヤっとちょっと細い松みたいなやつね。これがそうだと思う。それ以外全部、ね、抜かなきゃいけない。これ嫁の仕事だな。植えたのは俺。ね、こう間引くのはね、あいつ、ね。うん。これあんまりね、調子よくないな。これカラフル大根。こっち大根。どこまで大きくなるのかな、これ。もうすでにカラフル。もうすでにカラフルだ、これね。カラフル大根。ダー。ダダ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 ダ。ね。ちょっといろんなもんやってみようかな。で、これがね、ピーマン。ね。ピーマンもね、今年は2、4、6、ヤーと17本ぐらいね。ピーマン。うん。いっときますよ。で、シシトウ2棟。うん。これもね、あれと。ビニールとかマルチ張った方と、マルチ張ってない。一応ね、草マルチあるんだけど、風飛ぶ。草マルチやってみたんだけどね、こうね、風吹くと飛んでくる、うん、ね。で、ここがナスね。これもね、今日っていうか、これもね、カラフルナスって言ってランダム。ナスもね、これ、しっかりとね、これね、発芽率いいですよ。うん。ゴム 90% ぐらい。もうほとんど 90% 以上。もう植え切れないからね。うん。本当はね、もっとトマト入れようかなと思ったんだけど、もうナスもね、いっぱいできちゃってね、これもね、カラフルなナス、いろんなナス。ベーナスから、何ナス、白ナスとか、普通の長ナスとか混ざった種だね。どれがどれだかわかんない。ね、もうなんだろう、なんだろうね、よくね、風俗行ってるね、友達がね、もう、なんだろう、
なんと、お気に入りの子を指名する、最初指名するんだけど、ね、指名するんだけど、あの後半どうなるかって、こうランダム性が欲しいっつって、あの、お任せになるそうです。ええ。ね、その気持ちがやっと分かったね。絶対指名の方がいいだろうって言ったんだけど、分かんないのも楽しいんだって言って、これ分かんないのも楽しいんだね。やっと俺もね、俺風俗嫌い行ったことないんだけど、うん。ね。やっとね、あのランダムの気持ちがね、ちょっと分かったかもしれない。もうベーナスばっかり作ってる。うわ、ベーナスも飽きたな。白ナスとか、ね、これなんだろうなっていうね、こう何ができるんだろうっていうね、こっちとこっちとか違うななんてね。これね、ね。ね。こう楽しみ方がありますけどね。ね。そんな中ね。頑張ってる？ね。うちの泡姫でございますよ。よろしくどうぞ。鼻水がすごいね。うん、お家帰りたいの？お家帰りたい？早いんだって。もうちょっと遊びなさい。嫌なのかい？うん。だから連れてくるのではないと僕は何度も言うている。どうせこうなる。連れてこないとどうすんの？ばあちゃん具合悪いのに。あ、そうか。じゃあどうする？アイスでも、アメちゃんでも食わしとき。むしろ、いなさい、ここに。そしてズッキーニ。これもね、いろんな、ズッキーニしたんだけど、ほとんど安い黄色が入った。ねえ、これ普通、安いズッキーニだな、これほとんどな。高いズッキーニ入って黄色ばっかりだ、これ。何がランダムだ。おい。何がランダムだ。あ、でもこれちょっと買うね。ちょっと丸型のズッキーニだね。これはちょっと新しい。うん、ね、ここはニンニクだけど、全然手間かけてないね。そして、こちらはね、これね、いいこと思いついた。ね、いいこと思いついた。ここに、これね、こうなってんのよ。ね、こう、車庫。ここに、ゴーヤをやると、なんと楽に取れるんじゃねえかっていうね、新しい発想。ね、新しい経済。ね、枯れそう。これ水やろうか。ね、枯れそうだね。ね、これ、ゴーヤ。ゴーヤちょっと育ち悪いね。うん、ね、さあ、今日、今年はこんな感じよ。すごいや、で、ここね、これアップルミントをね、アップルミントをこう、こっちにはべらせよ。アップルミントはね、防虫効果もあるそうですからね、ここにこう、ね、このレッドラインを引くという、アップルラインを引いてね、これダーッとここにも引いてますから、いずれここで一面をね、アップルミントでね、制覇しよう。そんな野望をね、考えております。ね、うん、ヘビイチゴ VS、アップルミント。ヘビイチゴマジうざい。ね、今年はこんな感じ、ね、いや広げた どうだいねえ、ねえ、地主さんからねえ、地主さんからお前何やってんだって言ったら終わる畑です。ねえ、一応契約は続行してるというね、体で動いてます。だってもう貸さないって言われてないから、うん、貸さないって言われてないからまだ続行中だと思ってる。始まった契約はしたけど終わった契約はしてないからね。ねえね、法廷で会おう。うん、ね、大きいね、こう中身ちゃんとの思い出の木、中身ちゃんとのね思い出の木ですよ、ね、うん、また生えたな、また生えてきた、なんか新しいのが切ったら切っただけ生えるな、うん、断ち切ってくれるわ、ね、ね、中身ちゃんと一緒にやったね、ね、木ね、これ焚き火、ね、焚き火し放題、ほらこの木もいいよ、これ。何使おうかな。うん。いろんなもの使える。うん。今年の夏は焚き火に困んないね。消防車呼ばないしないと。消防車呼んじゃいけない。立場ありますか。というわけでね、今年はいっぱい作るぞっていう。ね、そして、ね、消費税と戦おう。物価高騰、インフレ、ね、円安。うん。なんか、ね、iPhone 高いでしょ、みんな。iPhone。でもね、アメリカじゃね、値段変わってないみたいよ。遅か本とか。あんまり値段変わってない、アメリカじゃ。だけど、日本がどんどん上がってくじゃん。ね、円安のせいです。ね、岸田が悪い。岸田が全部悪い。うん、誰かの選手を。じゃあ、やっていけない。ね、物価高騰、ね、インフレ。そして、円安に戦うには畑しかない。そうだろ、みんな。というわけで。ね、これが、ね、現代のサバイバル術だ。よー、ありがとう。